と思うんですけど、2004年のミスター東大、岸田さんっていう方で、あの建築やってらっしゃる方ですけど、その方と2007年のミス東大、ミスター東大とミス東大が結婚したっていうことで、昔あの封建時代にはロイヤルウェディングしかできなかったんです。あのいわゆる町娘とか、農家の娘さんにはできなかったの。成果だというふうに思います。ぜひこれをさらに前に進めるために